はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、千葉からさんの本店に伺ってまいりました。ラーメンとね、油そばをいただいてきたんで、今日はそちらの動画を楽しんでいただこうと思うんですが、千葉からさんは普段からね、外にもお客様が待っているぐらいこう有名店、人気店でございまして、お店さんからお客様を少しでも待たせないようにという配慮で、お店側からのお願いがございます。そちらのお願いを先に説明しようと思いますので、本編の前に説明動画をご覧ください。注文時、お店からのお願いはこちらになります。具材の少なめや味の薄めについては、作り出した後での要望ですと、減らす分の食材が廃棄になってしまったり、現金トッピングにつきましても、いち早くお客様にメニューを提供し、少しでも待ち時間を減らせるようお店側からの配慮となっております。野菜やニンニク、ネギについては後のお好みとなっておりまして、メニュー提供時に確認されますので、お好みのトッピングをお伝えください。口頭ですと長くなってしまうので割愛させていただきますが、詳細が気になる方は説明画像部分で動画を停止していただきご確認ください。はい、ということでお店さんからの説明は以上となっております。ぜひね、千葉からさん伺う際はちょっとね、細かい部分あるかもしれないのですが、一度ね、確認していただいて、他のお客様にも迷惑にならないように皆さんと一緒に楽しんできてください。それでは本編の動画へどうぞ。超濃厚に溶け込んだ豚の旨味と醤油のコクと香りがめちゃめちゃ合うんですよ。二郎系と家系のいいとこだけが詰め込まれたような、ここだけでしかいただけない最高のスープでございます。はい、うまーい。もちもちとした高水タイプの麺でして、濃厚なスープと合わせることで麺の表面が溶け出して、小麦の香りや甘みが最高に浸っております。この組み合わせが最高すぎて、初めて行った時から僕はずっとこの一杯に虜になっております。
油からね、ニンニク。ニンニク油ね。ネギニンニクでお願いします。はい、それでありがとうございます。こちらの油そばのようにスープに使ってない麺ですと、同じ麺なのに別物かなと思うぐらい食感が変わるんです。スープに使っていない分、麺の表面の溶け具合が若干抑えられて、甘みや香りは少し抑えめに感じますが、その分コシが強まり癖になる食感になっております。
この濃厚なごまの風味が麺の香りと甘みと相まって食欲がガンガン増進されます。もともと濃厚な味わいですが、さらにチーズなんか足しちゃって濃厚度を上げるとまたね、これがうまいんですよ。気になる方はぜひお試しください。Thank you.